Rear Shock Adjustment Production of Kitchen Channel。プリロードを弱めるとスプリングが伸びます。伸び側ストロークが増えてタイヤの路面追従性が良くなり乗り心地は柔らかく感じます。シートに座ると沈み込むようになるので足つきも良くなります。プリロードを強めるとスプリングが縮みます。厚側ストロークが増えて伸び側ストロークが減ります。乗り心地は悪くなり硬く感じます。荷物を積んだりタンデムしたりした時のリアサスペンションが底つきする不安は軽減されます。今回プリロードを4から5ミリ強めます。この時期ソロキャンプにも行きたく重い荷物を積むので底つき軽減のために調整しときます。素人の作業なので雑な箇所もありますがリアサスを外していきます。
プリロード調整後のレビューは別動画にアップしておきます。ご視聴ありがとうございました。